はい、論破しまーす。ね。ジュンさんのまるでですからね。はい、そのね、まあ俺のフォロワーさんに、フォローしてる人に、マリコさんっていうね、人がいるんですよ。本当にこれ、特にスイッチみたいな品薄で需要に供給が追いついてないものに、を大量に購入して本当に欲しいと思っている人々に行き渡らないようにするのは良くないどころか悪いことだと思いますって言ってるじゃないですか。じゃあどうですか、 Amazon で任天堂スイッチって調べますよね。230台もあるんですけど、この事実にはどういったお考えで。230台あるんですけど、何ですかね、3万3000円で買いたいんですか。ああ、それが一番ムカつくんですよ。俺は任天堂スイッチで本当に欲しい人が手に入らないかもしれない。でも実際任天堂スイッチっていうのは転売屋から買えば買えるものであって手に入らないものではないんですよ。高いお金を出せば。なのにあなたたちはなんかね、まあ、がめついじゃないですけど、そのもうちょっとでも安くしようと思ってやるじゃないですか。で、ヒカルにケチをつけてるじゃないですか。それ違うと思うんですよ。本当に欲しいんだったらアマゾンで4万円台で買えるんですよ。4万円で買えますよね。え、それだけですよ。で、予約しなかったあなたが悪いんじゃないかなって俺思ってて、まあ炎上するかもしれないんですけど、確かにね、スプラトゥーンとか CM 出されないと分からないですよ。僕は任天堂信者なんで、任天堂の公式ホームページ見て、お、任天堂ダイレクトだ、スプラトゥーン2だって言って、まあ買って、その今年のタイトルは、それもあれですよ。もう任天堂スイッチのタイトル、マリオ、オデッセイ、ゼルダ、スプラトゥーン、アームズ、ワンツースイッチっていう新感覚ゲームだ。盛りだくさん、じゃあ買うしかないよねって言って、僕はその予約して、買いました。ね、なのでやっぱ お小遣いもお小遣いもずーっとね、 NX って出るときからもう、ああもう買うわって言って貯めてて、でギリギリ買えたっていう、まあ戦略的って言ったら戦略的で買えたんですよ。やっぱやっとなんですけど、そうやってケチつけてるのがすごくムカつくなって思ってね。その買えない人もいるじゃないかって言うじゃないですか。いや、そいつが金にだけだな、金がないんだったら時間をかけろっていうか、まあ、そういうんじゃないですけど、まあ、ニンテンドスイッチなんで、今、アマゾンに230品もあるんですよ。4万円出せば買えるじゃないですか。そこにあなたはケチろうとして、抽選で買うとかするじゃないですか。ネットですぐ買えるんすよ。ね、見えないんですか、あなた。パソコン持ってないんですか。スマホ持ってないんですか。ネット環境整ってないんですか。はい。これね。ヒカルさんが何百台も何十台も買ってんのっていうのは、業者にね、何万もバタンって叩いて買ってるわけですよ。なんで3万円台とかであんま買ってないとは思いますし、そのマリコさんが、まあなんか知りませんけど、その、本当も大嫌いです。どこが正論じゃ。特にスイッチみたいな品薄で、需要に供給が追いついてないもの、大量に本当に欲しいと思ってる人を、本当に欲しいって思ってる人は、アマゾンで4万円出して買ってますよね。違うよ、やっぱり。誰か言うべきだよ。正論じゃないでしょ。俺はそう思いますよ。はい。皆さんはただ、ちょっとでもね、ケチろうとして、確かにそうソフト分が1個飛びますよ。ね、2本買おうとしたら、もう1本ソフト買えなくなりますよ。ですけど、そんなに欲しいんだったらすぐに買えますよ。転売ヤーがまあね、高いお金で売ってるわけじゃないですか。で、4万円、うん。まあ、お父さんお母さんたちので言ったら、もう買えない値段ではないと思いますし、まあ、そんな10万、20万、30万とかなら分かります。それしかないんだったら、そりゃヒカルさん悪いよねってなりますけど、普通にね、そのギリギリなラインで攻めてる、まあちょっとギリギリアウトっていうか、すごい上乗せしてる部分はあるんですけど、買おうと思えば買える値段だと思うんですよ。はい。で、なんでそんなにケチろうとするのかなーって思って、時間の方が大切じゃありませんか。それであなたがそうやってケチろうとした結果、なんか、そうやってバッて言うのはちょっと違う。買えますから、アマゾンで。任天堂スイッチって言って検索して230台。中古も、ね、20何台とか30台ありますよ。何なんすか、それ。ねえ、それが嫌い、俺は、やっぱり。ね、買えないのは誰のせいだとか言う。自分が悪いじゃねえかよな。おい。俺そう思いますよ。ヒカルさんのせいにするのは良くないと思います。ヒカルが悪くはないですよ、今回の件にとっては。ね、皆さんが任天堂スイッチ欲しい。定価で欲しいって思ってるからいけないんですよ。普通にね、8000円上乗せすればすぐ買えるんですよ。明日にでも届くんですよ。ねえ。ちゃんとさ、なんなんそれって思いますよ。転売ヤーからでも欲しいくらいに、そんなみんな欲しくないってことだよね。
8000円上乗せしてでも欲しい。やっぱ転売ヤーがなんで値段をまあ上げてるかって、それだけ買ってもらう人もいるし、手間賃でもあるし、やっぱりその買ってくれてる人がいるし、で売れている現状は8000円出しても買うよっていう人がいるわけですよ。だからそのまあ瀬戸康史さんだってそうじゃないですか。 PSVR も9万8000円とか8万円で買った、まあネタのためとかになる仕事だからっていうのもあるんですけども、それでも買いたいよって方じゃないですか。 PSVR ないなーって、チクショーって言って光るプレゼントしやがってな、にはならない、なりません。そんなね、光さんが高がね50台買っただけでね、その需要と供給が追いつかなくなるようなことないですし、まずこれっていうのは任天堂のそのね、あの品薄商戦ってやつなんで、転売ヤーにいっぱい買わせてっていうやり方なんで、あの商法のやり方だから僕は思いますし、そのもっと早くから予約すればいいんじゃないかなと思って、それでヒカルさんを叩く理由にはならないですにし、プレゼント企画が悪いという理由にはなりません。はい、プレゼント企画は悪くないんですよ、ぶっちゃけ。ただお金を持ってて、それをお金に使ってるっていうネットじゃない、ソネミとか嫉妬を理由をつけて言おうとしてるだけ。ねえ。だってそうでしょ。どう考えて。確かにプレゼント企画、詐欺してたら怒れるっすか。それは確かにそのジャンプを買って、そのハガキを出しましたっていうのは分かりますけど、コメントしかしてません。詐欺したってな、詐欺っす。なんつうんだろうな、なんかコメントしといて何様、うんって思いますよ、ね、でも僕はしっかりねプレゼント供給するんだったらしたいと思います。でも絶対しません。なんでか、お金使いたくない。絶対お金使いたくない、うん、企画以外に使いたくない。なんでか、もったいない、命がもったいない。これコビーの真似ですね。滑りました、すみません。まあね、だと思うんですよ。やっぱりもったいない。そのお金あるなら PS4 にやります。俺 PS4 ないんですよ。ね。珍しいでしょ。ね。中学3年生で PS4 持ってない。珍しい、これは。どれくらいのレアか。うん。転生モンスターくらいレアです。サボテンゴールドくらいですね。まあまあ、そんなレアじゃないな。サボテンゴールド、俺はすごい。まあね。これドラクエ11の話だからいいや。ということでね、欲しいやつは転売ヤーから買え。以上でした。じゃあね、チャンネル登録お願いします。はい、ここからね、フリー雑談ということで、ね、この動画見終えた人は見なくていいです、もうここから、ね。はい、ということでね、フリー雑談、俺が喋りたいこと、まだね、ちょっと喋りの暴走が終わってないっていうか、僕はっきり言わせてほしいな、なんかそのね、ヒカルさんとかそういうの、プレゼント企画してるやつらに悪く言うのはおかしいと思うんですよ。理由にならない。うん。すごくない？プレゼント企画って。俺はしません。まあ、それで物を釣ってる。確かに、チャンネル登録の伸ばし方しては邪道ですよ。やっぱりね、そのプレゼントが欲しいやつがチャンネル登録してるだけなんで、本当の、まことなる値ではないんですよね。数字ではない。なんか、ちょっと、ね、かっこつけて言っちゃいました。けど、本当のファンではない。ただの、こじきどもっていうことなんですよね。はい、結局、言おうと思えば。こじきの集まりなんですよ。スイッチこじきの人数がいるだけ、今100万人くらいね。うん。でも、レペゼン地球ってすごくね。フォロワー50万人くらいいるんでしょ。あれって、プレゼント企画であんな増えたのかな。すごくない？レペゼン地球って。元から50万人いたのかな。あんな、なんでだろうね。と、俺は思いますよ。はい。なんか、理由にならない。プレゼン、逆に悪いことじゃないんです。いいことでしょ、どう考えても。ね。だってさ、0円だよ。0円であげますって言ってんの。いいことじゃないですか。ね、動画なんて、自己満足のもの。オナニーを流されてるのと一緒ですよ。うん。そうでしょ。うん。悪く言えば。オナニー流されてるのを見て、うわ、プレゼントだとか言ってるのはおかしいなって思いますね。大体変わんないと思いますよ。はい。はじめ社長が言ってたの確かにわかるんですけど、なんだっけ？はじめ社長がなんつってんだ？俺はそう思うんですよ、やっぱり。確かに俺が持ってなかったら、その人間っていうのは置かれてる状況によって意見は違うっていうことです。簡単に言うと。
あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっと、もっと、ビビー。ヒカキンさんも的に増してるからね、初めてでしょね。すごいね。でも俺はそう思いますよ。やっぱりプレゼント企画はね、確かにそうやって言いましたけど、こっから話が2点3点していきますよ。ねえ。やプレゼント企画良くない。やっぱね、こっからはね、さっきはその、論破おじさん、論破おじさん、かっこわらだったんですけど、こっからはその、自分がリスナーとしての意見っていうのは、やっぱりね、プレゼント企画があんま良くないですよ。やっぱりその1個の動画で、面白い動画1つ消費されちゃう。ヒカキンさんのね、変顔見に来た。あれ今日見れないのみたいな感じで、僕がね、ヒカキッズだったら、なりますよ。ねえ。でもやっぱコラボとプレゼント企画はするな。コラボプレゼント企画提供っていうのはやっぱすごく害悪なもので、ブライアンさんの面白いラップ動画とか見に来てんのに、なんかね、グランブルーファンタジーが知りませんけど、そういうね、ゲーム業させられてね、クソつまらない頭の固いやつが書いた台本をね、ただね、棒読みするっていうね、クソみたいな仕事、ブライアンさん、やっぱそれはやっちゃいけないなと思いました。嫌いになるっていうのはおかしい、それはおかしいです。嫌いになるっていうのはそれただのファンじゃないですけど、面白くない、はっきり言って。でもそれだからって言って、俺はブライアンさんのファンはやめますってことでね、またきっと面白い動画を見せてくれると思ってるから。だから提供動画出しただけでファンやめますっていうのは、それはファンじゃないです。ただのね、ゴミガキ、はい、ゴミガキですね。ゴミガキッツですね。ガキッツですよね。そのなんつうんだろうな。だからそういうことだと私は思います。でやっぱりね、そのプレゼント企画でコメント打ってても当たらなかったのかって言って、やっぱね、なんか否定された気分になるっていうか、やっぱりなんかちょっと悲しい気分になるじゃないですか。当たるかなって思ったら当たんないかって。やっぱね、コメントなんですけど、やっぱりその手間は全然かけてないくせに結構ね、心に負担が来るっていうか、やっぱりね、当たんないかって言って、一回でやめちゃったんですけどね、当たるわけねえから。バカだから。めんどくせえんだよ、スマホとかなんかダウンロードしなきゃいけないの。ふざけんなよそんなの。なあ、プレゼント企画っていうのもどうかと思うしね。まあ、ヒカルさんもね、ぶっちゃけその、プレゼント企画あんましてくれない。金に物を言わせる企画はまだわかるんですよ。プレゼント企画に金かけるのはちゃうなっていうのは、それは思いますせ。なあ、ヒカルさんのやっぱりその店長との掛け合いの方が僕は嬉しいですよ。やっぱりそのヒカルさんはね、確かに詐欺師って言われても、ぶっちゃけ店長の掛け合いは面白いんですよ。なんで、やっぱプレゼント企画で金使えるね、なんか店長に100万あげてみた、みたいな前やったじゃないですか。それをグレードアップして1000万やってみたみたいな。てかまあ、店長とのトーク動画。もう炎上軍の休日で店長ともう、もう2時間トークみたいなね。ダラダラ。もうダラダラトークとか。そういうの方が俺いいし、炎上軍の休日も、キャバ嬢とか出してほしくなかったなと思った。やっぱりその、確かに面白い部分はカットされてやってるのかもしれませんけど、やっぱりその YouTuber のあの奥さん方を僕は見に来てるわけですよ。キャバ嬢の方誰か知りませんけどね、有名なんか知りません。僕無知、情弱なんで分かりませんけども、やっぱりね、女はつまんねえ。多分キャバ嬢の人の方が僕よりは面白いと思うんですけど、でもね、僕は自分の中でいつも俺が一番だって思ってるね。やっぱりそのまあ、トークスキルっていうか、オナニースキルだよね、俺がやってるのはね。その自己満足をいかにより自己満足としての完成度を高められるかっていうのの究極系、オナニーマスターと呼んでください。はい、本当ね、もう俺が独り言でベラベラ喋ってるんですよ。で、俺異常なのがやっぱりその、まあ、ちょっと脱線します。脱線事故です。これニュースもんですよ、今の脱線、お話の脱線。はい、不謹慎です、やめてください。本当ね、病気で、俺こんな感じでいつも喋ってるんですよ。俺も本当に病気なんですよ。で、カメラつけてなくても、こうやってべしゃべしゃ喋ってて、いつも犬に怖がられてます。はい、犬がいつもね、玄関に逃げちゃうんですよ。はい。それくらいちょっと狂気に満ちてるくらいね、もっと喋るんですよ。ちょっと恐ろしいんですよね。なんで僕の独り言日記みたいな感じなんですよね。独り言を書き留めておいて、俺の今日の独り言みたいな感じで、バー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 やってるって感じですかね。やっぱり、その本当同じですね。はい。でもね、やっぱそのプレゼント、まあ、戻しますよ。はい、はい、クレーン車で脱線。はい、電車戻します。ガチャン。出発進行。ブー。まあ、そのプレゼント企画についても、やっぱりそのプレゼント企画とコラボと提供っていうのはやっぱ見たくなくて、やっぱ気まぐれクックさんのね、を見た通りに、やっぱいいコラボもあるんですけど、サンコイチとかなんか、ヨキキとかヨリリか知らねえけどさ、つまんないでしょ。って俺は思ってて、
三個一か。よくわかんないですよ、あいつら。高城脇。こうも、もう小判ザメだろ。あ、違う、三個一は違う。高城脇とか、これ小判ザメだろ。なあ。なんかコラボ系 YouTuber 多くね。ね、その、このおかげでっていうのね。それが手っ取り早いんだけど、ゆうやみのおかげで人気になりましたって俺が言ったらさ、気持ち悪いじゃん、やっぱり。でもみんな誰かのおかげで人気になってるわけであり、同期とかのおかげで人気になってるっていうのは確かなんですよ。一人の実力で上げていくっていうのはすごく難しくて。で、ヒカキンさんもずっと一人でやってきたかっていうとそうでもない。メグリンさん一人でやってきた。一人でずっとやってきて、ここまでシェアを高めてきたのは、ほんとジェット大輔さんとか。そのあたりなんじゃないかなって思うくらい。ジェット大輔さんくらい、まであの領域の人は本当にコラボしてないんですよね。だほぼコラボしない。確かに他の人の動画には上がってるけど、ひょいみたいな感じで出てるって感じの印象が強いっていうか、やっぱり人とコラボしないで数字取れるってやっぱすごいですね。なんでコラボがいいかって、リスナーを共有できるからっていうのはすごく強いんですよ、やっぱりね。その同じ感じのリスナーが。だから気まぐれクックと高城明がこれです、ほんと。高城明つまんねえよ。うん、もう YouTube 来んだよな、干されてよ。なんで YouTube 界来んだよな、この小銭稼ぎしやがってよ、なんか。違う仕事してろよな、邪魔なんだよ、つまんねえんだよ。ああ、うん、バズに入ってるか知りませんけど、ラファエルの小判ザメですかねえ、ラファエルの寄生虫ですか ?1 ミリも面白くないですよ、本当に。ねえ、言わせてもらいますと。うん。つまんない。で、気まぐれクックとコラボして、最悪だよ、気まぐれクック、面白いのにさ。だからコラボ、こじきは。ってね、もうこれ、名誉毀損になるくらいボコボコに言ってますけどね。はい。ペット系はいいですよ。ペットは癒しがあるんでいいですけど、コラボはやめてほしいな。一人でやってほしい。うん。ほんと一人でやってほしいし、コラボこじきはやめてくれ。なあ。ほんと悲しい。参考一か。わかんない。より、ね、わかんないですけど、コラボこじきは気持ち悪い。うん。動画好きでやってねえだろ。俺は好きでやってんだよ。うん。俺が一番動画好きなんだよ。なあ。うん。こんな、なあ。動画、俺が一番好きなんだよな。動画がさ、めんどくさいからなんて1ミリも思ってこない。めっちゃ楽しい。まあ、これ動画って言えるセンスじゃねえよ。もうビログって響き俺嫌いなんですよ。ね、脱線しました。はい、ゴロン。転がりましたよ。うん、王子子。ね。ビログってダサくね。ビログ。ビデオブログ。ブログもちょっとダサいしね。ブログーみたいな感じでダサい。ビログーとかもっとダサい。うん。ビログなんてダサすぎる。うん。テクノサイボーグって名前にしようぜ。今度から。じゃあ、はい。今日のテクノサイボーグの時間は、これでいいでしょう。じゃあ、今日のテクノサイボーグの時間は、そう。今度からビログのこと俺はテクノサイボーグって言います。もう、ビログがダサいからかっこいいもんした。メタリックでかっこよくて、いいもん。で、そのいい意味でダサいっていうかさ、女子がそれダサいっていうようなやつ、女子がダサいって、もう女子はもう、パッパラパーだから頭、あいつら。うん。これやしねえよ、お前らや。うん。し。コルバルト今だけ切り取ったらコルバルトのお兄ちゃんだよ。なあ。もしか、コルバルトって何ボロトなんだ、もう。もうコルバルトさ、ほんと言いづらい。なんかコバルトブルーみたいな名前してくんね。うん。サファイアとかさ。もう、うんちという名前してよ、ほんとに。名前が言いづらい。タンバリンも言いづらいな。ドデカミンも言いづらい。なあ、どういうの、もうなんだろうな。スライムでいいや、お前は、ほんとに。綿棒か。綿棒、言いづらい名前、言いやすい名前にしてくれ。なあ、コルバルト、瞬足。言いづれえなあ。言いづれえ。うん、帰ろう。はじま教師郎も結構言いづらいけどね。はじまは言いやすくね。はじま。ああ、言いづらいな。結構言いづらい。はずま。って噛みそうだからね。はじまですね。はじまですよ。お願いしますよ。ねえ。これは挨拶にしません。ちょっとよくわかんない。脳がパッパラパーになった。女パッパラパーって言ったら俺もパッパラパーになった。パッパラパーってなんだろうね。まあ、頭の中がね、ビーチク花火みたいな感じですかね。ビーチク花火?乳首花火でんでんでんカサスの意味がわからない連想の最初のワードなんだビーチ花火わ
けみさん、ジュンジュンジュンってなるわけないやろな、そんなな。ビーチ花火からあけみさんってな、なるわけないやろそんなな。びっくりしたよね、仰天思考回路。もうわかりません、そんなその思考回路わかりまへん。ということで今回は、任天堂スイッチを、100不可説不可説点個プレゼント、まあ、視聴者全員プレゼントじゃないですね、宇宙全員プレゼントということでね、100不可説不可説点個プレゼントということでね意味わかんねえな。はい、はいどうも、はいどうも、スーパー、世界の、長者番付、50年連続1位のデブ小太郎です。今日はね、任天堂スイッチ、まああるよな、まあ俺がいつもな、あの花紙で使ってる、あ、花紙、任天堂スイッチのパネルね、花紙に使ってる任天堂スイッチな、みんな100号ガシャプレ、100号ガシャコ、うん、プレゼントしてやるよ。あ、俺のこれじゃ、100号ガシャコ持ってこい。うん、まあ、データでね、ほら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 、ふっ、おお、ふっ、なあ、プロコンもつけちゃうぜ。な、なんとな、まだ発売されてない、オデッセイもプレゼントしちゃうわ、つけて。うん、すげえだろ。うん、俺のな、あの、いる、うちにいるね、凄腕のハッカーがね、ニンテンドースイッチのデータ盗んで、マリオオデッセイ、うん、みんなプレゼントしちゃう。いや、ダメダメダメ、できませんよ。はい、これネタですよ。ね、ネタですよ。本当に、これで。ハックしてないんですからね、これもう無実の罪ですよ。僕がちょっとおちゃらけでへへんみたいな感じで言ってね、ね、なんかそのディズニーのホテルに行ってこれでタイマーも作り放題だって言った人がディズニーで出禁になったみたいな感じでやめてくださいよね。人生出禁は嫌ですよね。人生出禁って意味わかんない、人生に入らしてよって。もうそれ死んでるやないかーい。はい、つまんないツッコミはやめておいて、遠くに投げてね、今叩いたんですよね。叩いたっていうか、なんすかね、これ、この動作ね。これなんすかね、この、なんだろうな、その、世界で一番弱いツッコミみたいな、ね、みたいな、ね。優しすぎる男のツッコミとは、ね、みたいな。大喜利じゃないですよ。はい。そうだね。結局、つまんねえよって話でした。で、まあ、そうなんですよ。だから、プレゼント企画って、やっぱりさ、だから、もし東海オンエアとかプレゼント企画したら、まあ、しないですよ、あの人たちは。あのもう本当に動画好きな人なんでね、あの人たち面白いことが好きな人なんで、しないですけど、やっぱ悲しいじゃないですか。それが東海オンエアだったらって考えると分かりやすいと思うんですよ。でもヒカルさんだったらって話じゃないじゃないですか。うん、ぶっちゃけヒカルさん最近面白くなくて、テンプレだもん。なんか新しいことしてますか。やっぱりギャンブル系も面白くないかな。うん、宝くじは面白いです。でもね、僕、協定とかあんま興味ない。だって俺、子供ジャッキーなあ、まだ15歳だよ。15歳はまあまあ大人。うん。アウトレイジ見れるようになりました。はい。ね、でもアウトレイジちょっとね、僕15歳でも怖いんですよ。なんか首が埋まって車に、こう、体がね、土に埋まってるんですよ。首だけ出てる状態で車に轢かれるとか、そんな見れるわけないじゃないですか。怖すぎますよ、さすがに。アウトレイジは無理ですね。ね、100歳になっても無理かな。うん。R15 だけど見に来ません。テッドは見に行きたいですけど、テッドはあんま面白くなかった。ね、見るけど、なんか下ネタしか言ってねえじゃん、あいつ。なあ、下ネタクソジジイじゃねえかよ。って言いながら俺、カーズクロスロードを見に行ったんですよ。めっちゃ面白かったね。まあ、ネタバレありってね、ここで急にカーズクロスロードのネタバレを入れてくる。鬼畜の所業ですよ。ね、カーズ見に行こう、あ、その前に始まる動画見に行こうって見たこの動画で、カーズクロスロードのネタバレをしようとするっていうね、鬼畜の所業ですよ。ね、ゲスの極み。ね、鬼畜の極み。ね、鬼の井の間に選択。鬼畜の所業。まあ、ダイソンですね。ダイソン、掃除機ってめっちゃつまんなくね、あれ。あの場合。な、これ、ほんと。めっちゃつまんなくね。うん。あれめっちゃつまんないよね。うん。あれでなんでみんな笑ってんの。伸びたっていう、で、ファッキョ、ファッキョ、ファッキョとかもつまんないよね。でもさ、ああいうのつまんないっていうさ、あの、やってた人さ、もう絶対もう柄悪いじゃん。今なんか、まんじゅうみたいな感じで、ここに、なんか、ドラゴンの刺繍を入れてそうじゃん。刺繍って何それ、ドラゴンの刺繍ってね。布人間かよ、お前な。ここ。意味わかんねえわ。入れ墨わかります、刺繍、ドラゴンの刺繍、可愛くなったわ。なあ。ポップなドラゴンが、の刺繍って、パッチがパッ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 ってな。
ドラゴンの刺繍って言ったらめっちゃ可愛くなるやん。なあ。それなんやねん。ドラゴンの、ドラゴンの刺繍入れてきやってな。ね、入れ墨ですよ。ね、タトゥーですよ。俺、タンポポの刺繍。それタンポポの刺繍はタンポポの刺繍。え、そのバッグ何する？タンポポの刺繍。かわいいね。違う違う。これタンポポのタトゥーって言ってるのと一緒だぞ、それな。な、そんな見たことねえよって言うけど、あながちありそう。これね。これ。ほうほけっきょの口。ほうほけっきょって言ってるけど、そんな似てない。嘘ついたのバレちゃう。あー、もう喋りすぎて腰痛いわ。なあ。ハリキューイン行かなきゃ。ハリキューイン？グーって体の中ね。俺はハリネズミちゃうわ。そんなんしてますよ。冷たい返しですね。みんなもね、こういう大人にはなりましょう。え、ならないって言うんじゃないかーい。いや、もうつまんねえ、このツッコミ。ってね。なにこれ。これな、このメカニズム誰か解明してくれ。ボケり倒してますよ。また言われちゃうんですよ。俺がこうやってボケり倒したらそうやってね。なんのね、関係性もない、ただボケを羅列してるだけって言って、ね、おめえできんのかよ、それは。おめえ、関係性のないボケをさ、ただ単にね、連続的に出せんのか、恥ずかしくてできねえぞ。なあ。一人でこうやってさ、誰もいねえのに、ところでやって、おめえできんのかよな。だけんじゃねえ、やってくれよ、バーカ。アンチにすぐ聞くやつ。アンチコメントすぐ聞くっていうか、イラッとするんですよ。そういう批評家気取り。聞くって言えば聞いてるんでしょうけど、やっぱり腹立つんですよ、そういう批評家気取りのね。引きこもりたちに言われると、おー、ブーメラン刺さってますよーね。ブーメラン刺さってますよー。まあ、ブーメランにね、刺さっても気づかない。それが民進スタイルということでね。あ、ね、民進スタイル。あんま言っちゃダメですよね。ペペファッカー山崎です。どうも。バックパッカー西岡です。スミコじゃない、スミダだよ。エモーい、エモー。そうだ、なんかそのね、トップバズっていうね、あてた、なんかついてた。よだれめっちゃ垂れてる、気持ち悪い。バット2億つきそう。いや、再生回数2億いってる、やばい。でもカンナムスタイルには勝てない。ねえ、2億ってな、日本で一番再生してされてるやつよりもされてますからね。ひふみんやないですかい。はい、服で拭きまして、何か悪いですか。はい、顔が悪いです。ごめんな、チャイン。チャインってね、問題です。チャイン、どんな効果音。ピッポッパッポプン、コロンビア、ね、なんで手挙げてから、これコロンビアでしょ。コロンビア、マイキーじゃん、ね、
腹筋鍛えられるね。これね、目だけ、サンシャイン池崎ですね。サンシャイン池沼？はい、言っちゃダメー。ね、コンプライアンス違反。何コンプライアンス違反って、何それ、コンプライアンスっていうルールあんの、キモいわエモいわ死ねあーもう無理や、子供や。誰や、マジでこんなトップバズで書いてった。無理じゃ、ボケ。もっと、わかりやすいに書け。なあ、30分ってふざけとんじゃないよ。なあ、なあ、ここまで見た人、ありがとうございます。メロン。下痢みたいなリップ音でお別れしましょう。